須山古墳は、奈良県北葛城郡公領町三基地にある古墳。形状は、前方公園墳。うまみ古墳群を構成する古墳の一つ。国の特別史跡に指定されている。本古墳は、中央群中でも大きく、中心的な存在である。北向きの前方公園墳であるが、中心軸は少し北東に向いている。墳球の周囲は、 幅広い集合が巡らされており、全面水をたたえた堀となり、その水合の中に浮かぶ中島のように横たわっている。噴球は報道3段に蓄積しており、上に行くほど急斜面になっている。その斜面に安山岩系の歴史や割石が吹かれている。前方部と後円部の両方の首レ部に方形の作り出しが付設されている。後円部は洞窟されている。 1927年に集合より内側が史跡に指定され、1952年に特別史跡に指定されている。ステレオ空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。全長204メートル、公園部計110メートル、高さ25メートル、 前方部幅94メートル、高さ21メートル。公園部の頂上は、計45メートルの平坦な地形になっている。集合は縦て形で、幅は、公園部側で33メートル、前方部側で37メートル、首レ部作り出し周辺で57メートルである。集合の外包みは、最大幅が27メートル、南の一部、東側、北側の一部に築定を行い、 特に東表と北東周辺が高く幅広い築堤となっている。公園部分庁の洞窟港公園部の頂上部が明治年間に洞窟を受け多くの遺物が出土しており、公園部主軸に並行して2基の縦穴式石室が掘られていたの上田三平の報告が詳細は不明である。前方部の先端にも方形の壇上の施設があって内部に 小型の割石を積み上げた縦穴式石室のような埋葬施設があったと見られている。作り出しからは、活石製通す、カゴ形カーラケが出土しており、祭祀関係施設であったと考えられている。ありがとうございます。